うっす。ついにこの時が来たようだな。これを見てくれ。まずはプレイヤーデータ、ヘクトアップ、マイルを残し全てを制覇した。それでマイルっていうのは1600m ぐらいで、ダート得意なやつ。ガサスは安いらしい。もちろんこの鷹は 1600m でダートは得意だ。そのように作ってきた。さあ担当は丸助。当然だからな。当然だ、短距離しかねえんだからな。丸助で、しかも鷹は多分晩成なんだよ、おそらく。普通に終わらせる時が来た。見てくれ、これを。120年目、もう蒸気を逸してる。もうそれについて考えないようにして、俺は。考えたらやってられねえ、そんなこと。細かいこと考えたらやってらんねえんだ、そんなのは。今何週 ?14?15?16?17?18、19、20。まあ一杯つっても販路のみだから、そんな疲労もたまらねえし、もういい、休ませよ。休養だ。っていうかこれ笑ってる間別に休ませなくてもいいんじゃないとして。っていうかね、体重減ってきたら多分疲労度の証拠だと思う、おそらく。体重減らないから多分疲労してねえわ、おそらく。うん、よくわかんねえな、もう。常にニタニタしてるからな、この馬たちは。で、6周。温泉はもうほぼ確定で6周だから。いや、最近ちょっと俺も疲労度が溜まってきてるから、俺も温泉に行きたいわ。馬だけじゃなくて。俺も放牧させてくれ。何も出るか。でも、タカって晩成なんだよね、確か。晩成だからそんなに早く出なくてもいいと思う。短距離に強い若手の方がうまい。田島、短距離大得意、お前だ。マイルはもちろん1600だから、短距離が得意なやつの方がいいんだよ。タカ7、オレンジ 7、オレンジの帽子。タカ終わらせてくれ、もう。この終わりなき馬たちの戦いを。終わりがねえんだよ、もう。馬どもの戦い、もう馬しか見てない俺最近。タカ勝て。タカー、まあ万世だしな。でも万世でも勝てよ、こんなクズどもに。万世でもあっても勝ってくれ、それは。たとえ万世であろうとも。もう少し長めの距離、そうなのか。まあこのタカがダメでも、タカでとにかく陣を取れば、またダート適正なやつが生まれるだろうから、それで勝負しようぜ。そうやってどんどんこう重ねていけばいいんだよ。とにかくダートが得意なやつ一歩生まれれば、そっからもう雪崩式に行くんだよ俺は。もうだいぶ詳しくなったからな、ほんとサラブレッドブリーダーの世界には。何でも聞いてくれ、この世界のことなら。俺が案内しよう、サラブレッドブリーダーの世界だと。おい、タカ万世だからやっぱ弱いのかな、このここら辺。ほとんどね、成長しないんだよね、万世だったら。この若手の時期はダートレースが向いてるやつ。もうダートレースだから関係ねえよ。じゃあもう4歳になれば待つわ、俺は。待つ、分かったよ。万世はここがきちいよな、早めにレースに出せないから。まあでもいいか別に。とはいえね、早めに G1 取っとかないと。てか G1 出るにもね、賞金を結構稼いとかなきゃいけないからさ。稼いときゃいけないから早めに勝っときたいんだよ俺は。ニタニタしやがって本当に。ドゥレッテン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 。温泉、あ、そりゃデータ見てねえな、誰が何買ったかみたいな。見とくか一応。俺はもう見えんだよな、このプレイヤーデータ。これじゃねえ、さっき見た。これ活躍バーベデータ。鶏の唐揚げ、
おもなじわがちゃんにわきね、レジェンドだな、もうタカこれタカ失敗作、めちゃくちゃ勝ってるけど、なんかクラシックとかいうのにしか呼ばれなかった。これめちゃくちゃ強い、1億5000万ぐらいで売れた。オレンジポロ、赤ポロ、鶏の唐揚げ、黒歴史。このことはこのタカには知らせずに、こいつは2号目のタカであるということ。この笑顔が崩れてしまうからな、それを教えてしまったら発狂してしまう。この笑顔がそら見たくないだろ。そんなもの知らなくていいんだよ。世の中には知らなくていい事実もあるんだ。そんなことは、まあ別に知ってもいいけど、知ってもいいけど知らなくてもいい事実があるんだ。さあタカ勝て。黄色い帽子、おい、まず三等システムに入れ。そこに入らないと未来にやるぞ。よし、グイッと入ったな。知ってるぞ、サラブレッドブリーダーを知ってる。タカは三等に入らなければならないということ。おお、殺す。おい、なんでだよ、末足が今すごかったじゃねえかよ。タカ一回は勝てや。前のタカと同じようにあるぞ、そんなことしてたら。でも前のタカめちゃくちゃ勝ったからな。ダートレースが向いてるとは関係ねえ、あんなの。勝てや、とにかく勝て。勝たんと俺は終われねえんだよ。もう何年やってると思ってた、このゲームを。俺が120年やってるんだぞ。俺はもういい加減にしてくれ、本当にいい加減にしてくれ、マジで。もう120年もやってんだぞ、こっちは。120、わしはもう120年もやってるんじゃぞ。もうわしじゃ効かねえや。もうまた勝て。もうどれかもう見てなかったけど、勝て。お、これがタカか。てか未勝利戦だぞ。未勝利戦でなんで苦戦してんだよ。苦戦すな、苦戦すな、タカ。よし、タカゴ、いいぞ。ありがとうよ、酒飲んでるわ今。やっぱ酒とダビス、やっぱ酒と競馬って合うよな。いや、競馬の面白いとこってそこだよ、ほんと。なんか酒飲んでいいみたいなイメージがあるからさ、こう見ながらさ、そういうのがいいよな。登録20、いや20は半路しか鍛えてねえから、1600までなんだよ俺が出るレースって。だからこれダメだわ。あのね、競馬のいいところってこう他のギャンブルと違って家の中で見れるからさ、酒飲みながら、そういうとこいいよな。やったことねえけど。まあでもこうやって自宅で競馬ゲームを楽しめる時代よ。その30年前からそうだわ、自宅でゲームを楽しめる時代なんて。さあ行け、4番青い帽子。勝って500万したらさ、なんでこんなところでつまずいてんだよ、お前は。一回にしてるのか。まあでも万世っていうのはそんなもんなのかもしれんな。やかましいわ、勝てやんな。もう分かったよ、もう。じゃあ一旦7月ぐらいにやろう。もう今年は諦めた。今年5歳にかけよう。まあそうそう、万世だから5歳か6歳なんだよ。よ、結んだ。ドゥン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 。まあ、競馬新聞ってのは憧れるな、憧れるよな。コンビニで競馬新聞を買って、競馬新聞とワンカップを買うような生活、憧れねえな、あんまり。それは憧れてなるもんではないな、その生活は。いつの間にかそうなってるもんだよ。ダート10、これでいいんじゃない。で900に格上挑戦なんだよ、情けねえよ。
あれだけの G1 を制してきたのに俺は。おお、タカ。緑の6、一番人気だぞ。ああ、もう勝ちそうな匂いがしてきたわ。台所から勝ちそうな匂いがしてきた。玉ねぎと人参が勝ちそうな匂いを出してるよ。はい、30分以内に終わらせないとピーピーなるぞ。火災報知器が。火災報知器じゃねえ。俺んちの火災報知器おかしいんだよ。頭おかしいんだよ、ほんと。シャワー浴びて、で、その、風呂のドアを3秒開放してただけで鳴ったことあるからな、火災報知器。頭おかしいよ、ほんと。意味がわかんねえ。なんでドア3秒開けてその湯気で報知器が鳴るんだよ。あんまりだよ。あいつ次オープン。でオープンに勝っただけじゃダメだからな。賞金を G1 に出ないとヘクトカップには出れねえから。ヘクタカップには。スーパーカップ。スーパーカップとかいう砂糖の塊。どんぐらい砂糖入ってんだろうあれ。やっぱね、最近のこう冷凍食品みたいなああいうのって気をつけるとさ、どんどん時代が進んでいくごとに、なんで除外なんだよ。1500じゃん、これだ。時代が進んでいくごとに砂糖や塩の量が増えていくだろうから、油の量とか気をつけないとな。なぜそんな心配してるんだ俺は。競馬ゲームしながら昼カツ丼食ってきたしょ。今日はちょっとパーソナルデータがたくさん出てるな。やめよう。謎の人になろう今日。もう1500なんか、1500でつまずくんじゃねえ。頼むよ、楽勝で勝ってくれよ。ダートレースの方が向いているようです。ざまじやん。向き不向きの問題じゃねえこれは。まだ900万した。俺900万した。俺さっき勝たなかったっけ。900万した。おかしいよこれ本当に。いくか行けばいいね。ダートなの。じゃあエビマサで行くか。エビ、まあ、ダートじゃねえけどさ、これ芝だけどさ、いずれダート出るんだから今のうちエビマサとの作っとこうぜ。これね、前に出した機種をもう一回使えるシステムがあるから、やっぱマイルに出た時にダートだからさ、そこで勝てるって意味ねえじゃん。だからちょっと騎士との絆を深めておくわ。絆システムあるだろ、そらく。ずっと同じ機種に乗せてれば。いけ騎士。うわー、いけそうだったのに今。おい、900万下だぞ。もうやめてくれ。この悪夢。サラブレッドブリーダーというかいう悪夢。いつ解放されるんだ俺はこの世界から。この馬の世界から。ずーっと解放されないんじゃないだろうな俺。まさかここに。まさか俺は、この世界にずっと閉じ込められたままなのでよ。もうダメだ、もう。これ多分育ってない、まだ。育ってないから、もう来年に行くわ、来年にかけるわ。5歳からだな。お前はこれね、親も番宣なのよ。これ、親誰？母、菊のベガサスでしょ。で、赤ポロは間違いなく番宣だから。もういなくなったみんな。これ、番宣、みんな番宣じゃん、これ。全員番宣だよ。だったらこれ7歳までいける。7歳までいけるから、チャンスあと3回くらいあるわ。なんだ、そうか。じゃあ結構頑張った女なんだろ、これでも。まだまだ高は強くなるぜ。5歳からヘクトカップ行くわ。で、5、6、7で多分出れるからな。よし。休憩だか。温泉だ。で、頑丈度もかなり高いやつだからね。122年目。どうなっとるんだ、この世界。時の概念がもうなくなってるよ。時間の概念が。おぉ。長えわ。6週のはずだろ、温泉は。なんで7週いるんだよ。延長しやがって。もういいだろそろそろ。結構成長したろもう。で1600、まあ、ダートいいんじゃないこれ。おう、騎士エビマサじゃねえか。しかも名前間違えてた。絆がこれだ。絆システムが豆腐高
豆腐タコ。目薬刺すわ。目薬どこ。おい目薬車の中かよ。まさかこれまたなくなったんじゃねえだろうとして、俺先月2回目薬落としてるからな。おっとプライベートが漏れてしまった。漏らさず行こう。こらふざけんじゃねえ。マジで5歳だぞ。もう万世とはいえ5歳だぞ。しかもお前の得意なダートレースじゃねえかよ。なんて言い訳するんだよお前。お前の大得意なダートレースだぞ。距離も適正だぞこれ。どう言い訳すんだてめえ。レース結果タコは2着でした。今回は馬が本調子でなかった。なぜお前らいつも負けた時に言い訳をするんだ。必ず言い訳をするな。申し訳ありません、私のせいですぐらい言えやお前ら。本当に 100% 言い訳するからなこいつが負けたら。お前ら本当に言い訳ばっかしやがって。もういいだろう。でもさっきのね、あの4歳の修行の分がまだ蓄積されてなかったから、これレースに出ないと結構強くなんないんだよね。レースに出て初めて今までのね分もねうわっと強くなるんだよ。そしてレースを挟んでいる。かなり覚醒してるぞ。おそらく覚醒状態にあるタカ、ね、覚醒の章。覚醒した。ついにおめでとうございます。覚醒しましたって言ってほしい。エビマさん、おー大差じゃないか。しても、これは期待が持てるぞ。期待ができる。今年のエクトカップをもらったな。大差じゃないか。さあおじおち、じゃあ G3 よ。もう帰るぞ。こんなの表彰式はいい。もう俺は変わらん。もう最初の頃パピダガとかを育てた時にはもう俺は変われんのよ。そういうことだ。おそらく俺ヘクトカップを全部制覇した後に馬に蹴られて死ぬだろう。調教中の馬に。そうなってる。俺はもうこれでいいか。ドゥ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 。ダービー卿タク黄色の5、黄色の5。やったヘクトカップを無事制したんだ。そして牧場に帰り、やったぞ俺はこの牧場で122年、ようやく全てのヘクトカップを制することができたんだ。これも今思えばあのパピダガから全てが始まったんだ。俺はあの時の気持ちをすっかり忘れてしまったが、でもやはり今の原点にはパピダガがいるんだ。ヒヒーン、パカラパカラパカラ、シンスケさん危ない、パカラパカラ、ボクシュボクシュ、シンスケさん。そして俺はそのまま帰らぬ人になった。あの時のことを思えば馬に対して厳しくしすぎたかもしれんと反省しているところを蹴られるっていうのはいいよな。俺は一体何を話をしてるんだもん。自分が自分でなくなってきてるもん。お前5歳上だろ。なんでだ。あ条件が、え、お前は1500だろうか。なんで出れないんだよ。え、なんでお前1500上だろう。なんでだよ。あ、オープンになったりその前か。なんで1500上だったような気がしたけど、まあいっか、まあいっか、そんな向きになるもんでもね。うまうまうまこのぐらいは勝てよ。これもう今年チャンスねえな。多分こんなん絶対勝てないって。だっていくら今年成長するとしてもだよ、この後こんなんオープン戦でね負けてるのにもうどうしようもないよ。そんなこんなダメだよ。もうダメです。起動しましょう。もう6歳にかけよう。まあ6歳7歳で2チャンスあればなんとかなるわ。2チャンスある、スーちゃんあれば、まあまあなんとか、まあ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 。おめえは一体どんだけ、また900万社やってんのか。きち。でもこれオープンに出れるだろ多分。出れたろ、出れたろ。なんでだよ。あ、条件、な、な、あ、あ、あ。
まったくよ、これ岡部の方がいいんかな。岡部の方がいいのこれ。こんなエビマサとかじゃなくて岡部の方がいいんかね。いけたか。高っ。いけるだろ、900万下だぞ。てかさっきなんで900万下買ったのに、またさっき900万下買ったのになんでまた900万下に出てんだよ俺は。だもうダメだこいつ、こいつはもうダメだ、本当にダバだたらだ。おい頼むよ、これはひどい、これはひどすぎる。もうダメだ、もう6歳になるまで休養しよう。え、担当あれだよね、ちゃんと一杯にしてるよね。担当もう丸付けにしてるよな。こいつら122年経っても若いままだよ。どうなってるんだ、最大の謎だよ。ひょっとして最初からいないのかもしれない、こいつら。丸付けとかいう神山とか全ては偶像、本当はそんなやついないんだよ多分。戸籍を調べに行ったらそんなやついないってなるよ。丸助さん、市役所に行ったら丸助さん、そんな人は戸籍にはありません。一体どういうことなんだ、この世界は何かがおかしい。で、神山とか那須浦とかもいない。市役所に行ってもそのような方は戸籍にはいません。一体どういうことなんだ。そして後ろを振り向く、何者かの気配がして後ろを振り向いた。そこにはあの白い馬が。あなたは知りすぎました。バカラ。おい、ここに人が倒れてるぞ。頭から血を流してる。救急車呼べ。ピーポーピーポー。しかしそのままシンスが帰らぬ人になった。死因、知りすぎた。何も知らないふりをしていこう。それはこの世界と、この世界で生きていくためのコツさ。もうダートレースで1800だったらもう最強の、最強のあれだろう。ここで勝たなきゃどこで勝つ。しゃあ、もう無理だ。こうなったらいくら抗ってもお前ら勝てんぞ。おそらくここで走るのはやめて他の馬に全部追い越されても判定で勝ちになるわ。あの三頭システムの後に1位に少しでも出たらそうなってる。この世界は覆せないから。この世界には絶対のルールがある。それには誰も勝つことはできない。だんだん分かってきたぜ。おスプリンターズステークスだったら登録できんじゃね。500万下でも甘すぎたか。じゃあ来週のダートレースに出るわ。とにかく早く G1 に勝たないとヘクトカップには出れないんだから。ヘクタトップには、ヘクトカップに出たい、ヘクトカップに出たいです。俺の子供の時の夢ヘクトカップに出るってことだったから、ひらがなでヘクトカップに出たい。しんすけ3年1組ヘクトカップに出たいよ。マイルに出たいよ、ヘクトカップマイルに。オープン戦を勝て、早く。なんとしてもオープン戦を勝たなければ何もならねえんだ。おいお前いい加減にしろ、本当にこのダバが。ダバも大概にしろ。これ勝てなかったらどこで勝つんだよお前。もう5歳の末期だろ、5歳末だよ。十分だろこれ。あれ勝った勝ってた、たか勝ってやった、勝ったぞ。しらー、たかの信用失いつつあるな。負けたのにあんなこと言ったから、すまん。たかお詫びにもっとレースに出してやるぞ。2月4週お前はもっとレースに出してやるぞ、お詫びに。それで納得してくれ。しらごまかせないな、タカ。おお。
許しますという顔して慈愛に満ちているな。学ばされたよお前に。あの時の優しい気持ち思い出した気がする。しかし来週3月1週にはもう赤ポロは全てを忘れているのだ。そんなもんだ。教わった気がする。今日変われた気がする。学んだ気がする。少し強くなった気がする。来週には全部忘れてるよ。しかしそれでいい。その積み重ねでちょっとずつ変わっていくんだ。競馬のように、まるでサラブレッドブリーダーのように少しずつ変わっていくんだから。少しずつ変わっていけ。おお、フェブラリーステークスって今思えば結構なあれじゃね、結構なレースじゃない。じゃあ次安田記念だな。てか温泉入ったお前高よ。入ってねえよな。よし、ようやく乗ってきたな。やっぱ晩成は6歳になんないとダメだな。晩成は6歳になんないといまいち油乗ってこねえわ。バス足としても油が乗らねえ。で5月4週かな、5月2週だからなんだかに安田記念っていうのがあるから、それが1600なのよ。ちょうどマイル、ちょうどマイルよ。来た。うわ、これかい。マイルチャンピオンシップかスプリンターズステークスに出れば。なんで除外なんだよ。冗談じゃねえぞ。ほら勝ったろ。だって G2 にフェブラリーステークスに、おかしくない？フェブラリーステークスに勝ったのにさ、出れないって。おかしいよ、そんなの。どんだけタカを毛嫌いするんだよ、お前らは。タカを受け入れる。タカという才能、ぼちぼち、あれだぞ。勝てるようになってきたぞ。そもそも事実に勝ったんだからな。で、あと伸び、能力が伸びるだけだから。お前敵じゃねえぞ。大差だろ、これ。普通に。当たり前だよ。フェブラリーの時よりもさらに力つけてんだからこっち。冗談じゃねえぞお前ら。マジで、マジで冗談じゃない。大佐よ、当たり前だこのオープンのクズどもの、クズどもの共演。当たり前じゃん。高よ、お前あと一回G2を勝て。6月4週、宝塚記念出れる？ひょっとして出れねえか。ニュージーランドトロフィーとか出れんじゃねえ。でも2000じゃねえか。そっか、じゃあこれだな。阪急杯、阪急杯なんて本当は出たくねえけどよ。出ねえとよ。てめっちゃレース出てんだ、タカ。レースに出て負けまくってんだよ。頼むよ、雨の日の午後。雨の日の午後っていいよな。よし、羊羹食いたいな。雨の日の午後にお茶を入れて。大差で、やった。これでもいくら何でも出れるだろ。マイルチャンピオンシップに、あとは休養するだけだ。もういいだろ、出なくても。タカゴ、もうタカの力熟成されてる。旨味を増しているぞ、タカ肉は。今度はタカ肉を、タカ肉を売るか、コミュニティで。我らのコミュニティでタカの肉を販売します。1キロ500円から。ラインスタンプと一緒に。まもなく敵、まもなく摘発されるだろう。人肉を売りさばいた罪で。そんなことはしちゃダメだな。なりやがった。ちょっと
と見てくるわ。調理してきた。さあタカ、あれ今日出したっけ、タカ。もういいか。今日出したよな、温泉に。出した出した。で11月3週にマイルチャンピオンシップがあるから、それに出よう。まあ体重変わってねえってことは多分大丈夫だよ。ようやく出れたよ、マイルチャンピオンシップ。勝てよ。実力がずっと上がってきてるんだ。おお、高、おお、1番人気じゃないか。黒の2番。こんなレースは大事です。それ十分だ。さすがに1番人気っていうか、もう全盛期。いや、全盛期は来年か。だけどもう今年だってヘクトカップに進める力があるじゃん、もうそらく。ようやく近づいてんじゃん。何よマジで、頼むよ。まあスプリンターズステークス勝ちはいいよ。それ2位だったしな。頭か、もう少し長いんだけど。贅沢を言うな。いいだろ別に。これでも1600じゃないんかっていうか、これ適正2000か。まあいいよ、いけろ。これ勝ちはいいんだよ。とにかく G1 に1回なら、1回でも勝てば、買えよ、このエビマサ。あれ、こいつしかいねえよ。エビマサ、やっぱ、いけ。信頼関係。著しく崩れたのに。この人はいざとなったら俺を切る人だ。そう思っているだろ、エビマサ。けど勝て、エビマサ。俺たち、お前はプロだ。なぜなら。プロなら勝て、そんなこと考えずに。エビマサ。そうだ、俺はプロだ。プロならこれ、結果を出さなきゃならない。あの人ともうまくやっていかなければいけないんだ。エビマサ決意の無知。さすがよエビマサ。人生ダートでもこいつは力を発揮する男だ。やっとジオンを制したぞ。そしてマジで次来るかもしれない。これでただね、マイルのあれが招待来なかったら、まあでもこいつさすがにダート、こんだけダートダート言われてるから。さすがに来ると思う。マイルっていうかダートだからね。とにかくダートが得意なの。さあ、来いよ、運命の、運命の。もう、ついに来たようだな。マイル。エビマサよ。このためにお前を重要してきたんだ。ダートなら、俺に任せろ。やべえぜ。このためにお前を使ってきた、エビマサ。俺たちは一心同体だ。タカ。7番終わる。ついに終わる時が来た。サラブレッドブリーダーがマイル、マイルを貯めるぞ。マイルを貯めてサラブレッドブリーダー卒業しよう。マイルが貯まったらサラブレッドブリーダーを卒業できます。ペリカみたいなのもはや。一日サラブレッドブリーダー引退券。そして忘れた俺は何番だったっけ。高1番
一番だったような気がする。忘れたよそれも。忘れるわ。思い出せ。上の方だったような気がするな。高橋か上の方だったよ。1番か2番なんです。1番か2番で上に来たやつが高、多分あの白いやつだ。あの白いやつで2番が高だ。あの白いやつが高に違いない。そうだ1番来た。あれは高だ。高頑張れ高頑張れ。終わらしとけでも本当に本気で終わらしとけで。サラブレッドブリーダーもう123年もやってんだ俺は。植物の領域だよ。おーいった。いやまだあれも高いかもしれない。ここで情報を見なかったことが、情報を見なかったことでまだ楽しめる。これが高かもしれん。そうだこれは高だ。このオレンジが高。情報を見なかったことで高が今のところ複数だからな。シュレティンガーの高とかしてる。やったぞー。大差で2にマイルを制したんだ。一番人気で読みますだぞ。高終わらした。このゲームタカ新山がいるじゃないか。なんでだよ。1960年ぐらいの馬じゃねえのか。おめでとうございます。この調子で頑張りましょう。ありがたい皆さん。うっなんだ。コングラチュレーション。 You have won 60x Kings of Heck Cup。 おお。走るために生まれ勝つために走り続ける、入ってたオープニングの音楽だ。 The flowing is your first win of all grade 1 race。 おお、11年12月朝日課3歳ステークス、17年12月阪神3歳牝馬ステークス、17年12月ヘッドカップジュブナイラゼルだな。18年4月大賀賞これもラゼルだな。35年12月有馬記念、17年の歳月が天皇賞、41年12月ヘッドカップターフ。誰だ忘れて。鳥の唐揚げかこれ。42年4月天皇賞、42年6月有馬記念。これ多分あれ1回だけだな。その G1 1回だけ。2回勝っても多分これ感動されねえ。ヘッドカップディスタッフ、63年11月マイルチャンピオンシップ、71年12月スプリンターズステークス、78年12月ヘクトカップスプリント、123年12月ヘクトカップマイル、実に45年ぶりのヘクトカップだった。いやー長かったこの45年。サラブレッドブリードブリーダースタッフ、プロデューサー正幸関、信幸岡田高尾氏がメインプログラム、新人大岡ありがとうよ。面白かったよ。特にこのグラフィック、あの馬の笑顔、なんで馬を笑顔にしようとした。まあでもあそこが一番面白かった。あれがなかったらここまでね馬たちに愛着を持つことはなかったよ俺も。あの笑顔本当に憎めない笑顔だったよあれは。あと馬が温泉に入ってるってあのシュールのグラフィック、おめちゃくちゃかかってんな。加藤もいる。あこれ騎士名じゃね。ゴーハルとかいたよね。上村とか岡部とか。そういや岡部って本当にいる騎士の名前だよな。ちゃんと契約取ったんだな。冒険はゲームでは別な名前になってるけど。 Thank you for playing this game。 ありがとうよこちらこそ。お馬さんたちとのいい思い出ができたわ。エンディングだ。これを見るために頑張ったんだ。ヘクト1993、ヘクト全て終わった。そしてタカの旅はまだ休養。そして
鷹の旅は続いていく。